試合さながらの緊張感が漂うスケートリンク。曲と共に滑り出し、ジャンプの軌道に入るとそのまま完璧な4回転サルコーを着氷。宙に舞う氷の粒がライトで照らされ、主人公をより幻想的に包み込む。その後も次々と高難度ジャンプを決め、その度に会場に割れんばかりの拍手が鳴り響く。スポットライトの下で舞い続けるのは、昨年7月にプロに転向した羽生結弦。競技選手だった頃の曲でも滑ってくれて、現役時代と遜色ないハイレベルなパフォーマンスに胸を打たれました、ショーを見たファン。羽生結弦にとって自身初となる単独ツアー公演、結弦羽生アイスストーリーセカンド RE アンダーバープレイツアーが11月4日、埼玉スーパーアリーナで開幕した。来年2月までかけて、全国3会場を巡る予定だ。初日のアンコールを終えると、会場内はスタンディングオベーション。自分一人のためだけに降り注ぐ、万雷の拍手のシャワーを浴びて込み上げる思いがあったのか、瞳を潤ませながらゆっくりと会場を見渡した羽生結弦は、アリーナ上階の貴賓席のあたりを見やると、優しく小さく微笑んだ。何気ない一瞬だったが、ファンは見逃さなかった。彼の視線の先には、パンツスーツ姿のスタイル抜群の美女。誰だろう、と場内は騒然としました。それでも勘の鋭いファンは、ああ、もう隠さないんだな、と彼女の正体にピンときたようです。前出、ファン。ゲームをモチーフに羽生結弦が作り上げた世界観に、場内を埋め尽くした1万4000人のファンたちは没入。チケットは即完売だったという。ゆずファンは連帯感が強い。今回の公演ではマスク着用が義務付けられていなかったにもかかわらず、9割以上の観客は自主的に着用。長いツアーに挑むゆずに、万が一コロナやインフルエンザを感染させてはいけないと、事前に SNS でマスク着用を呼びかけるファンもいました。前出、ファン。推しを思う気持ちは強い。だからこそ、結婚発表の時も羽生結弦は細心の注意を払った。今年8月の結婚発表と同時にお相手の詳細を語らなかったのは、ファン心理を理解する羽生結弦さんなりの最大の配慮。今後も、孤高のスターを演じ続けるつもりなのでしょう、スポーツ指揮者。とはいえ、最愛の妻に、一番いい席で自分のスケートを見てほしいという気持ちもあったのだろうか、貴賓席に現れた、パンツスーツ美女は、8歳年上の妻で元バイオリニストの末延真由子さん、36歳、なのではないかと現場はざわついたという。羽生結弦さんの妻らしき女性がスーツ姿の男性たちに囲まれて貴賓席に姿を現すと、観客たちはすぐさま気づき、彼女の姿を一目見ようと双眼鏡で見たり、スマホのカメラを向けたり。彼女は隠れる様子もなく、堂々と着席して羽生結弦さんを見守っていました。2時間以上のショーの最中には熱心に拍手を送る場面も見られたようです。前出、スポーツ指揮者。5日に埼玉公演2日目を終えた羽生結弦は、すぐに新幹線で仙台へと帰った。だが、彼の隣にいたのは新妻ではなく、母親だった。結婚した現在も、2人はずっと一緒に生活を送っているわけではなさそうです。今回も、そう信じたくないファンからは、貴賓席の美女は羽生結弦さんの妻ではないという声も上がり、SNS では会場で撮られた彼女の画像が出回り検証されるなど、騒動となっています。真偽は不明ながら埼玉公演では2日ともその姿が見られたそうで、ツアーの全日程に帯同するのか、と囁かれています。前出、スポーツ指揮者。見るべきポイントが多いショーとなりそうだ。